get ready. 雑談です、最愛です、ハラセンということで始まりました。ハラセンラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼からまた打ち合わせで、打ち合わせと言いつつね、陣内くんの打ち合わせで、今新ネタを一生懸命作っている最中なんですが、なかなか進まなくて、で他のスタッフが出れない中、もう差しで2人で、ヒルナンデス終わりで、打ち合わせをしてたんですが、まあほぼ何も進まない状態でしたけどもね、そんなことやっておりました。その後終わって、久しぶりに秋葉原に行きましてね、だいぶここもお店潰れちゃってるなみたいなねところがあったりで、UFO キャッチャーで、仕事猫ってよしってやってる、グレーの8割の猫の、パペットというか指人形というかが あったんで、あれはこれちょっと取れそうだなと思って、まあ1000円ぐらいで取れればいいかなと思って頑張ってやったら1500円かかりましたけど、取れましてね。いやー、猫好きだからね、あの猫好きなんですよねと思いながら、そんなことやっておりまして、で帰ってきて、で昨日のラジオ配信とかできていなかったんで、やりたかったんですが、もうね、それからね、撮って夜になってね、撮ってやるのもめんどくさいから、もうじゃあ生配信しようと思って生配信でやっておりました。まあほとんどいろんな歌をね、好きな歌を歌っておりましたが、そんなことをやっておりました。ちょっとね、音があれ多分ちっちゃかったんで、一回ダウンロードしてバラバラにして、切り分けてあげといたのかなと思いながら、そんなことをしておりましたが、見ましたですが、最愛ね、これちょっと3話目、いよいよ全貌まではいかないにしても概要がね、こう見えてきた。どういった話で、まあどういった話っていうのは、14年前でしたっけ、の殺人事件と、それから今現14年後起きた事件がつながっているぞ。で最も怪しいのはこのね、リオ、吉岡リオじゃない、吉高由里子さんじゃねえのかっつってなってるところなんですが、これ結構またややこしいんで、ね、ゆっくりとこう考えながら見ていかなきゃいけなかったんですが、大体のことがこう分かってきて、こうね、あれとあれがつながって、そうかそうか、この人がこう言われ立場で、そうなんだっていうのが、なんとなくやっと理解ね、お粒の弱い僕でも理解できてきて、さあその3話ね、同級生だった今は刑事の大輝って、誰でした、松下幸平さんですかとね、友達として話したいっつって鉄板焼き屋で会って話すわけですが、最初はね、東京行ったらね、箱根、駅伝、陸上やってたから、駅伝のコース下見ね、ブラブラ歩きたいねとか、ギャルを見に行きたいね、いや、それを言ってたのは優だよとか、なんかそういった話をするんですが、まあ、今は刑事ですから、で、今、容疑をかけられているというか、まあ、怪しまれてるんで、まあ、事件のことについて、いろいろ聞いていくわけですよ。まあお互いね、まあそんな話なんだろうなって感じで話しているんですが、で一番重要なのはお守りね、お守り、どうしたって聞かれた時に、いや実はもらった直後になくしてると、いうことが分かって、これどうもね嘘を言ってる感じではなくて本当にそうなんだろうなって感じがしましたね。でまあそんなことを、あとはあれですね、死んだおっさん渡辺明さん
とはその日どういう風に会ってたのかみたいなことも結構正直に喋ってるんだろうなって感じが、まあ見てる方もそれから聞いてる大輝さんもそう思っておりましたが、で2人別れた後にすぐ加瀬さんって弁護士の方ですねがやってきて、なんで二人きりで会うなっつってただろうっつって怒られるんですが、まあそんなに重要な秘密というか、まあそれもないんでね、まあ潔白なんだろうと思うんで、それ大丈夫ですよみたいな感じで咎められてはおりましたが、その後警察に戻って大輝さんとコンビを組んでる桑田さんって佐久間由衣さんねがいろいろね防犯カメラを見てどういった足取りだったんだろうみたいなことを見ると、どうもやっぱりこれはね真田梨央が犯人じゃないっぽいな、しかも殺された渡辺明っておじいさんは、もうおじいさんといえども180ぐらいあって身長が高いので、でそれをこう女性がね首を絞めて殺す殺害するっていうのはちょっと考えられませんねってところで話はまとまるんですけども、どうも話はそれだけじゃなくて、この桑田さんがね佐久間由衣さんがねきっと大輝さんのことが好きで、なんか過去の2人の関係だから真田梨央と宮崎大輝の過去の関係をちょっと探りたそうにしてるっていうところがね憎らしいというかね、煮え切らない、そっちはそっちで煮え切らないみたいな雰囲気があったりとかね。でまあ梨央の部屋に戻ると壁一面に絵はがきがこうペタペタ貼られて、その時点ではこう明かされてないんですが、まあ多分弟からの手紙なんだろうなっていう感じで貼られてて、後にそれがね分かるんですけど、その分かるいきさつっていうのがこう弟をこう必死で探してるんですけども、行方を全然足取りがつかめなくて、それをこう真田あずさって薬師丸ひろこさんね、代表取締役じゃないや社長、真田ホーリングスの社長に、持ちかけたらもうすぐ見つけてきてくれて、でもこう会いたくないと、で理由はお姉ちゃんなら分かってるでしょ、会いたくないんだっつって、でも毎月に一回こう無事を知らせる絵はがきが届くっていうことが明かされるんですけど、そのねなぜ会いたくないかねっていう理由はやっぱりその過去の14年前のあの事件、自分が殺しちゃってるっていうのはね記憶が蘇ってそう思い出したから、それなんで会いたくないっていうのを兄にねお姉ちゃんには伝えようとしてるんですが、まあ他のみんなは知らないんでね、どういうことなんだろうっていう感じではあるんですけどね。でそれでもまあ新薬を発表したら弟は会ってくれるんだって信じていろいろ脅迫されてるんですが、こう強行するんです。そうするとねすぐにやめろと、その発表をやめろと脅迫状が送られてきていたにもかかわらず発表会をすると事件が、そこでまた事件が起こるというね。でその事件を起こした犯人っていうのが前に一度車をね引き殺そうとしてビューンって行っちゃった車のナンバーをねこの大輝さんが覚えてたんですね。で駐車場でそれ発見して、これやばいぞやばいぞってなったら、まあ警備員に変装して襲う直前でね逃げ出すところをあいつ加瀬弁護士の加瀬が助けるんですが、まあ腕切られちゃって、でそこでまあ犯人が捕まった時にいろいろねこう暴言というかね、こういう理由で俺はこれを阻止しようとしてるんだっつって、実はね知見で死者が出てるじゃないかとかね、他者の業績を盗んでるぞみたいなことを叫ぶんですが、まあ蓋を開けてみれば、ライバル会社の社員だったんですね。しかしその真田ウェルネスに、社員を引き抜かれた、ね、それが原因で会社が潰れちゃったんでってことで恨んでるんですが、まあ真田ウェルネスの方は知見で亡くなってるっていうのも、それも
後の交通事故で亡くなっているし、全部そういうことは明らかにしてますし、引き抜いたっていうのも、まあ、社員がこっちで働きたいっていうんでっていうので、まあ、悪いことないですよという感じでね、なってるんですけど、まあ、恨みを買っちゃうって言ったら恨みを買っちゃうんだろうな、みたいな感じなんですけどもね。それで、あれですわ、何ですか、あと、ね、その後にまた、大輝とリオとで話をするシーンがあるんですけども、ね、友達として、ね、話したかったなって、また言うんですよ。で、これ過去にね、付き合っていたのに、この時点でもまだ友達として話したかったね、言うんですよ。だからそこにも何かもう一つ、こう、何かしらの闇を感じる、この二人の間のね。なぜ友達を強調するんだろうなっていう、まあ不思議な、何かまだね、このドラマの中でも語られていない、実はこうだったみたいなね、そのこじれちゃった関係が何かあるんじゃないのかなって思いながら見ておりましたがね、非常に入り組んだドラマですが、本当に吉高由里子のあの泣くシーンがあるんですけど、恐ろしいですね、やっぱり。っていうのを見て思っておりましたので、ぜひね、まだ3話で、まあホームページのあらすじとかで追っかけていけば、なんとなくこう概要上がって、まあどれを見てもね、本当にすごい迫真の演技してるんで、本当に面白いんで、ぜひ見逃し配信で見てくださいっていうのと、あと最後これ一つどうしても言いたかった、予告というかエンドロールで流れる時に、喫茶店のシーンでね、犯人どこに座ってたみたいなシーンで、コーヒー喫茶店が映るんですけど、あの喫茶店って、陣内の自動販売機、コーヒーの自動販売機のロケした喫茶店だと思うんですよ。多分一瞬しか映んなかったんで、わかんなかったですけど、おそらく多分、同じお店だと思います。あの机と絨毯ってね、なんとなく、お店の名前忘れちゃったし、場所も今、ずっと思い出せないですけど、多分、同じところだと思いますね。外観もね、ちらっと映ってますけど、外観は別の店なのかなって思いながら、そんな喫茶店が映っておりましたんで、もう本当に最後の最後、多分来週以降そのシーンも出てくるんじゃないかなって思いますんで、陣内のネタの、コーヒー自動販売機のやつと、この最愛のドラマのそのコーヒーのシーンをね、ちょっと見比べてみるのも面白いかなと思っておりますんで、ぜひご覧になってください。コント喫茶店ね、多分あの喫茶店だと思う。名前も思い出せないしな。さっき写真どこだったかなと思って調べてたんですけど、俺撮ってなかったんだよな、と思いながら、もう一回ちょっと調べて、ね、概要欄にでも書いておきますんで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。